リッキー・ロイド・ハーバートは、ニュージーランド・オークランド出身の元プロサッカー選手。現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。1978年に、地元のニュージーランドのクラブ、マウント・ウェリントンで選手としてデビュー。オーストラリアのシドニー・オリンピック FC やイングランドの、ウルバー・ハンプトン・ワンダラーズ FC など、ニュージーランド国外でもプレーした。 1980年に初めてニュージーランド代表に招集され、1982年にはスペインで開催された FIFA フフワールドカップのメンバーにも選出された。本大会のグループリーグ第3戦目では黄金のカルテット要するブラジルと対戦し、4失点を喫する者の,の DF として貴重な経験を得た。ニュージーランド代表1989年に現役引退。その後は、 ニュージーランドのアマチュアクラブや育成年代のニュージーランド代表監督などを歴任し2005年2月アシスタントコーチから昇格する形でニュージーランドのフル代表の監督に就任した2008年 OFC ネーションズカップで代表を優勝に導きオセアニア代表として FIFA フフコンフェデレーションズカップ2009の出場権を獲得したしかし コンフェデレーションズカップ本大会ではスペインに5、失点を喫するなどして、3戦1分け2敗で、グループリーグ再開に終わった。2010FIFA ワールドカップのオセアニア予選では、盤石の強さを見せ、アジア5位との大陸間プレイオフに進出。バーレーンとのプレイオフでは、アウェーの第1戦目をスコアレスドローに持ち込むと、ホームの第2戦目を1から0で勝利し、 ニュージーランド代表にとって28年ぶり2回目となるワールドカップ出場を決めた。ワールドカップ本大会では前回大会覇者のイタリアとドローを演じるなど大方の全評判を覆す検討を見せた。決勝トーナメント進出は果たせなかったものの、出場全32カ国の中で唯一の無敗チームとなり世界中から注目を受けた。 2014フィーファワールドカップ予選でもオセアニア予選を勝ち抜きメキシコとの大陸間プレーオフに進出したが2000合計3から9で敗れ2大会連続の本大会出場を果たせず代表監督を退任したクラブ2006年12月に A リーグに越境参加していた地元オークランドのニュージーランドナイツ FC の監督に就任するも同クラブが シーズン末に解散。ウェリントンに新しく誕生し、同じく A リーグに参戦することとなった、ウェリントンフェニックス FC の監督に代表チームと、兼任する形で就任した。ウェリントンでは1年目の2007-08シーズンは、リーグ再開に終わったものの、徐々に成績を上げ、2009から10シーズンはリーグで4位、プレーオフでは準決勝まで進出させるなど、 クラブでも手腕を発揮している。2014年8月、インディアンスーパーリーグのノースイーストユナイテッド FC に監督として就任した。ありがとうございます。